ホール、全日本プロレス92エキサイトシリーズの開幕戦であります。早くも神テープランブスルリング上、現アジアタッグチャンピオンダグファーナス、ダニー・クロファットのカンナムエキプレス、対しますのが菊池剛、川田俊明の超世代軍の2人です。解説は全日本プロレス淵正信さんです。さあ淵さん、カンナムエクスプレスと川田菊池の超世代軍という面白い顔合わせです。おっと、いきなりカンナムが来た、カンナムの奇襲だ。クロファットが川田を、そしてダグファーナスが菊池をリフトアップ、上腕を投げた。川田が沈んだ、2位落とされている。いきなり超世代ピンチ、カンナムエクスプレスの猛攻、奇襲攻撃に手が出ません。ダニー・クロファットアピールします。そして後ろを取った、タイガー・ドラゴン、タイガー・ドラゴン、のっけから場外、タイガー・ドライバー出しました。ダニー・クロファット余裕を見せております。さあいきなりカンナムが行きましたね。そうですね、でもこれはいい作戦ですよね。アジアタッグチャンピオンのカンナムエキスプレス、川田菊池にいきなり奇襲をかけました。場外でタイガードライバーもろに食らった川田、ダメージが大きい。いや、開幕戦というのはね、はい、あまり調子がまだ出ないんですよね。あ、だからこういうふうに奇襲攻撃を受けちゃうとやっぱり苦しいですよね。温まってこないうちに相手の力を取ってしまうと、川田が攻め込まれています。目が完全に開いていません、川田俊明。ダニー・クロファット優勢、ロープに振りますが足が動きません。完全に崩れ落ちました。カバーします、ダニー・クロファットがカバーしている。まだこの試合始まったばかり、しかし川田動けません、全く力がない。さあカンナムエキスプレス、ダグファーナス移籍、合体攻撃、合体か、そしてカバー、超世代92エキサイトシリーズの開幕戦大ピンチであります。川田場外、そしてダグファーナスがこれを、試合開始早々ダニー・クロワットのタイガードライバーを食らった川田俊明、今度は場外ボディスラム、このダメージは非常に大きい。ただ動きがないどころか立つこともままなりません。カンナムがけしかけます。川田ようやくリングに戻りました。ダグファーナスカバーです。力のないままダグファーナスにいいように攻められています。逆のコーナーに振られた、キックで返した、しかしチョップはかわされている。エンジにチョップをかわ食らっては川田もたまらない。さあカンナム、またダニー・クロファット出てまいります。ブレンバッターを食らった川田、カバーされている。カウント2つで逃れました。さん、この攻撃川原どうしたらいいんでしょうか。ちょっともう半分ちょっと意識がないですかね、薄れてますね。スピンキックもかわされている。だがダニー・クロワット引き取ったらちょっぽり投げた。さあキックだ、キックのエルボー、キックのエルボー、ロープに一度でしかしてエルボーだが捕まって、場外、また場外転落はキック女子もらってくる。エルボー、エルボー、またエルボー、もう負けません。投げられても投げられても戻ってきます。さあロープに引け、レッグラリアット、菊池のカバーだ。カウントは2つ。ここは菊池ちょっと頑張ってもらって川田を休ませた方がいいですね。
もろに食らいました。岩石落とし。川田が、いや川田まだダメージありますからね、動けませんね、コーナーでまだ片膝をついている。さあカンナムスプレスはダグファーナス、菊池の頑張りどころですね。筋肉もりもりダグファーナス相手にしている菊池剛。86年そして87年のパワーリフティング世界チャンピオンのダグファーナス相手にこの菊池剛返すことができますか。両足がっちりと捉えられました。リングの中央に戻されてジャイアントスイングです。力に任せどっぽり投げましたダグファーナス。カバーします片エビ。試合時間5分を経過しました。川田俊明菊池剛の調子台に対しまして現アジアタッグチャンピオンのカンナムエクスプレス調子台苦しい菊池ピンチだ。この逆エビ首が曲がっているぞ。大丈夫か。抜けました菊池。ダグファーナスのものすごい逆エビ逃れました菊池。スタリークロフトトップロープ危ないぞ菊池合体攻撃は何を見せるか。ラリアットスカイハイ片エビです。序盤の猛攻がまだ続いています。カンナムそしてスリーパーで、猛烈にグイ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 振り回すのスリーパーが菊池が動けない動けない無になっているがダニークロバット下が菊池。さこれはかなり決まってますね。そうですね、ああいう風にこういうのスリーパーしてですね振り回されるとスタミナがなくなるの早いんですよ。かなり消耗してますよスタミナ。やはり体の小さい菊池を狙って、ね、攻撃を仕掛けてきま す、 そうです、ね、ダニー・クロファット、まあ、やる方もきついですけどね。首を踏みしめてタッチに行きましたダニー・クロファット。非常な攻撃グラウンド力のない菊池に蹴りを入れましたダグファーナスです。力のボディースラム川田がようやく両足でしっかりと立っておりますがその間に菊池が完全にいいように攻められています。逆のコローナーに振られました。串刺しのラリアットずるずると落ちました菊池剛。いやしかし今シーズンのこのアジアタッグチャンピオンは絶好調ですね。調子いいですね、開幕戦からフルパワー全開であります。のっけから川田菊池に奇襲攻撃を出しましたダグファーナスとダニー・クロファット。いやもういいとこないですからね。さあひっくり返されました。これもものすごい逆エビ首を見てください。首が完全に曲がっているこの逆エビのこの表情口が抜けられるか。場内2100の菊池コール、まあ、これを耐えたというのはねこのオフの間にいかに菊池が練習をねやったということですよね、はい、しかし練習量が豊富だから今の攻撃やっぱ耐えられたということありますよね。開幕戦に十分に備えた菊池ではありますがそれ以上に飛ばしているカンナムエクスプレス。ダニークロファットも燃えております。試合開始前に解説の淵間信さんに挑発しました。さあ高中さん持ち上げてデッドリードライブ。いやこれは力ないロープですね。川田がいいところでカットに入りました。場外に投げます。そして場外ダグファーナスが待っている。菊池を捉えた
リストアップ、どうするどうする、接着か接着か、タガラと押されて場外一層中、観客的転落は菊池よし、情けのない、まさに非常な攻撃、カンナム、ああ足に来ちゃってるな、血の、足が動きません、チョップを受けて逆のコーナーに振られました、ハイチェック、クリーンヒットもろに入っている、これはダメージ大きいぞ、菊池さん、菊池大丈夫ですか、これは中の中切ったんじゃないですかね、レッグラリアット、カウンターで返して川田が出てくる、さあ川田怒りのカウンター攻撃、ラリアット逆エビに片エビに固めます、パワースランギのこのボディスラム、さあトップロープから、さあインデルボール、カウントは2つ、試合が始まった直後にいいようにやられたこの川田、しかし耐えされました、やはりこの辺はまだダメージが少し残ってるんでしょうか、残ってますね、いつもの川田らしい動きが出ません、ダグファーナス入ってまいります、川田をロープに振っていく、ドロップキック、もろに受けてしまいました川田、いや今の止め蹴りなんかね見ますと、やっぱりいかに調子がいいかわかりますよね、フランケンスタイナー、フランケンスタイナーだ、力のないことを見せ取ったダグファーナス、早くもフランケンシュタイナーが飛び出しました、場内にアピールしますダグファーナス、もう一度一回、もう一度一回ロープに振っていく、二度目のフランケンシュタイナーはパワーボムに取られた、川田よく見ていました、2回目のフランケンシュタイナーはパワーボムで返しました、さあタッチを受けた菊池剛、トップロープ、ミサイル結果顔面に入りました、カバーです、さあファーナス相手に菊池どこまで返していきますか、先ほどこのダグファーナスに場外観客席に放り込まれました菊池ですか、トップロープ、ダニー・グロワスに引っかかっていますか、この間に川田が救援に入った、ダイビングヘッドバットだ、カバーします、さあ自らロープに飛んだ、打ち込んだ、パワースラム、ポロリ食らっているぞ、ヤクシさん、カンナムが絶好調ですね、いやここ2、3年じゃ最高じゃないですかね、下がった攻撃、ダニー・グラッド、サップロックから、ダイビングボレープラス、荒木も菊池返しました、これは際どかった、もう記録でやってますね、菊池はね、危ない後ろを取った、後ろを取った、いや返された、下を取って丸め込んだのは菊池だ、さあ川田リングイン、ハイキック、もう一度行け、もう一度ハイキック、負けないぞ川田、3回目だが捕まった、タイガーか、タイガーか、タイガードライバー、菊池がいいカット、しかしダニーゴロダグファーナスが突っ込んできた、いやまだまだピンチですよ、超スライ分断、超スライ分断、遠征は川田、場内ダグファーナスと菊池剛、場内ダニー・グバットと川田俊明、頭を捉えたパワーボムだ、取った、完全に決まりますが入っていない、和田恭平レフリーの指輪2本、いや返しましたね、よく今のはよく返した、だがこれストレッチプラム、川田俊明混戦のストレッチプラム、これは決まっている、決まっている、完全に入っています、
ずっと危ないピンチの続いていた東都大川田菊池、最後は川田俊明パワーボムからストレッチプラムでダニー・グロファットからギブアップを奪いました。いやー菊池さん、本当に今日ばかりは川田菊池も沸騰されていたんですが、そうですね、あの最後のねストレッチプラムですか、あれはクロファットが腰を落として逃げようとしましたね、はい、それでなおさら自分の体重で決まっちゃったんですね。あ、自分でますます食い込んでしまった、顔面と首の方に自分の体重もしてかかったもんですから、試合開始早々から奇襲攻撃をかけずっとこの試合をしていました。いや、しかし今シーズンのこの神田は本当に要注意ですね。期待できますね。もう本当負けはしたものの調子台以上に大きな拍手が送られております。ダクマーナスとダニー・グロファット14分12秒、川田俊明が最後にダニー・グロファットをあらかじめ式アラバラ折りで沈めております。鶴田対このスタンハンセンの三冠戦を松木さんはこのセコンドとして、リングサイドから見つめていたわけなんですけども、あの試合を改めて松木さんどのようにご覧になりましたか。いやまあ、まずショックだったんですけどね、それにしてもこれハンセンの意地といいましょうか、執念が一際目だった試合でしたね。本当に何て言いますかね、はい、紙一重の試合だったですね、そしてベルトを奪ったハンセンの目にキラリと光るものがありました。それほど喉から出るのが欲しかった三冠ベルトだったのでありましょう、スタンハンセン。さあ場外です、場内ミサーミツさん、そしてジョニーエースリングの中に戻りました。それにしてもこのジョニーエースは昨シリーズから大胆なイメージチェンジ、まあ、同時にファイトスタイルもより激しくなってまいりました。落札法にも非常に積極的であります。これまでのエースクラッシャーに加えてギロチンエースクラッシャー、あるいはなだれ式のエースクラッシャーも見せるようになりました。それにしてもスタンジョニーエース随分と変わってきましたね。ハンセン効果ですよね。なるほど、ハンセンと覚悟を組んだおかげで、本当にもうハンセン効果で急成長しましたよね。このハンセン特有のガムシャラファイト、なんか妙なためらいがなくなりましたからね。そうですね、さあミサーミツァル、そしてジョニーエース、さあミサマー返すエルボーだ、そして小橋健太につながります。このシリーズからついにオリジナル T シャツが発売となりました。オレンジクラッシュショルダーアタック、カバーする、カウントは2。さあブレインバスターの体勢だ、滞空時間が長い、キャンバス中央に落としました。もちろんこの小橋健太の当面の狙いは三冠ベルトへの挑戦権ということでありましょうけれども、福士さんは常日頃この小橋は小橋に必要なのはもうキャリアだけであると言ったんですけども、はいはい、やはりこのパワースピードはもう申し分ないですか。申し分ないですよ。あのね、体重でね、これだけの動きをして、はい、でこれからのジャンプ、これほどのジャンプ力があってですね、まあ、すごいですよね。なるほど、まあ、いわゆるこの鶴田軍の一員としては敵ながらあっぱれだというところでしょうかね。だから機動力をね、ちょっと潰すために僕なんかの足を攻めたりしてるんですけどね、はい、さあミサーミツサル、スタンハンセンを脇固めに捉えております。再来週放送となります3月4日日本武道館、スタンハンセンの持つ三冠のベルトにチャレンジいたします。三沢三つある、まあ、これまで三沢とハンセンのシングルマッチは2回ありました。いずれもハンセンの圧勝となっているんですが、まあ今回はまあ、前回のような感じ、前回のような、まあ、三沢と違いますからね、はい、まあ、ハンセンはそれ分かってるでしょうね、それにやはりこのベルトを取りに行く立場と守りに行く立場、精神的に随分違うでしょうね。そうですそうです、やはりもちろん取りに行く方が精神的に、まあ、楽と言ってはしてるかもしれませんけども、まあ、十分にできるんでしょうね、はい、熱くヒムと言っておりますスタンハンセン、ニードロップ、今日ものぶとい声をお腹から出しております。カウントは2。さあジョニーエースにつながれました、エルボードロップです。
なんといってもスタンハンセンのプロシリーズの狙いは日本武道館決戦にあった。ドラゴンスリーパーだ、ドラゴンスリーパー。さあ、決まり具合どうでしょう。いや、まあそうでもないですね。そうでもないですか。はいはい、はい。まあ、ジョニーエースとしてはこのシリーズで、まあ、スタンハンセンの、まあ、名パートナーとしてそのまあ実力を発揮したいところであります。でもこういうのあの日本の、ね、技を、ね、使うというのはこう研究してるんでしょうね、やっぱり、はい。さあ、かつてはタッグを組んでアジアタッグのチャンピオンにもなったことがある名優同士が、まあ、さらにワンランクを狙う、さらに上を狙うということでこのタッグを発展的に解消いたしました小橋健太、そしてジョニーエースであります。まあ、これからも何年間もこの2人はやっぱりもうライバル関係になるでしょう。そうですね、いい意味でライバルであってほしいですね。そうですね、日米の若武者でありますジョニーエース、そして小橋健太。さあ、スタンハンセンが出てまいりました。スタンハンセンが何か企んでいるぞ。大きく息を吸った、シルバーダックル、髪の毛をムンズと掴んだ、ボディスラム一戦、いやーという声のために、そしてディーからのエルボードロップ、カバーの体勢だ。スタンハンセン技は速いですね。いやー、今回来てるガーディー選手は本当にすごい、みんなコンディションいいですね。やはりあの開幕戦というのはある程度こんなことしてるかもしれませんけど、自分自身のコンディションも見るということもあるんじゃないでしょうかね。そうなんですよ、特に、ね、日本人選手の場合はそういう風なね、感じがあるんですけど、外人選手の場合はもう初っ端からもう本当フル回転ですね、はい。あーっと、向こう上面の鉄柵であります。今年から慎重になりました、この新しい鉄柵に打ち据えられてしまいました小橋健太。目指すべき三冠チャレンジに向けてスタンハンセンとの一戦は、まあ、非常にこの自らも勉強になると言っておりました。ちなみにこの来週放送の松本大会においては、昨シリーズ大阪大会で行われました長州大軍対鶴田軍のシングル全面対決の、まあ、再戦ということで、この小橋健太はジャンボ鶴田との一戦が予定されておりますが、バックだ、完璧落とし、完璧に体がくの字、いや、この字となってしまいました。ヤクさん驚きましたね。今の仕掛けも早かったですね。はい、カバーする。カウントは2。かろうじて返しました。いや、よく返しましたよ、はい、今のね。そしてスタンハンセンは大きく息をつきました。ジョニーエースです。非常にタッチワークが速い。ハンセン組。おんとトップロープ。ラリアット。フライングラリアット。カウントは2。髪の毛金髪をポニーテールに束ねておりますジョニーエース。暴走狼狼男のらしい激しいファイトになってまいりました。小橋が変わったぞ、フェインスラッシャー、気を見てみんなに小橋健太。さあ、小橋が狙うか狙うか、トップロープに据えました。さあ、雪崩の予感だ。小橋何する、ジョニーエース防げるか、流れ式のブレインバスター休まない小橋。カウントは2。さあ、三沢がいきなりオンザトップロー、ダイビングエルボーバット、エルボー連発のし三沢三沢。さあ、早くもフェイスバスターだ、フェイスバスター。しかし十分な体勢でスタンハンセンがカットに入りました。やはりおっとエルボーエルボーエルボーのフロンティアスピリッツリサービスある。さあ、再来週放送の日本武道館決戦に向けて早くも火花散らしている。おっと、飛びそうだ、飛びそうだ、ソペ反抗、エルボー推進だ。あ、今すごい決まり方でしたね、はい。カウントは2、エルボー推進だを見せました。そしてスピンキック、いやいや、すごい決まり方ですよ今。小橋健太が登る、小橋健太が高い高い、さあ狙っている、ボカと攻めた、シュート、ミサイルキック、カウントは2。さあ、長州大軍チャンスだ、長州大軍チャンス。ちょっとハンセン起き上がれないですね、はい。さあ、ジョニーエースを捉えました長州大軍。カナディアンバックビーカー、体式背骨よりスタンハンセンがリングの中に戻ってくるか、足元ふらついている。カウントは2。さあ、スタンハンセンが、いや、まだ光明を垂れております。いや、ハンセン足きてますよ、ちょっとかなりダメージがある。さあ、
ローリングクレイドル、回転ユリシガトメ、小橋健太、さあ何回転する何回転する、青春が回り続けて躍動するオレンジクラッシュ、さあどうする、カウントは2、ようやくスタンガン戦が戻ってまいりました。もう汗びっしょりです。さあ45分の一本勝負、青春の握り拳が入った、飛ばしてやった、ムーンサルトプレスに行こうとしたところ、小橋健太場外転落、やり合うやり合う、エルボーバチバチ、エルボーが飛んでやります、ガムシャラハイトバック、ガムシャラハイ、あちょっとエキサイトしますね、はい、技を超えた両選手の火花散る、うんとプンとほぐれつつあります。さあ小橋健太が戻る、小橋健太が戻る、さあ藤選手はすでに言っておりました、上司大軍のパワー全開のファイトが、逆にベテランのファイトに炎をつけるんだと、岩石落とし、今度はやれてしまった小橋健太、今度は小橋がトライが空いている、あカウントは2、場外が三沢反戦、場外三沢反戦、反戦が1つ、そしてジョニーエースが温度トップロおお、放送席前エロジョニーエースがカバーする、カウントは2、場外ではスタンガン戦、ミサーリツアル、うんとかなり首を攻められていたようであります、いや危ない危ないですよ、これはサビス、あエースクラッシャー、あエースクラッシャー、まずい、小橋まずい、返せるか、あー気持ち、まずいと、まずい、あー小橋返した、小橋返した、場外では反転の一攻撃、シェアオフェンス後楽園、さあそしてジョニーエース、そしてスタンハンセンがトモジリング上、鎌首もたげた、鎌首、鼻をかんでラリアット、ジャストビーム、さあカバーサローの上司相手になるジョニーエース、カウント3、なんという巧妙な連携だ、鎌首もたげたスタイルハンセンがあっという間のラリアット、いやもう試合終わったんですよ、止めないんじゃない、ゴングはすでに鳴らされております、日本武道館決戦を控えてスタンハンセンが鳴り合わない、藤選手も今放送席からやめろやめろと言って、あーもう試合終わったんですかね、試合は終わっている、カウンターのキック、ラリアット、ラリアット、試合は終わって、あ藤選手がマイクを外して、マイクを外して、あーね、あ若手に指示を出しております、あ藤選手が今立ち上がって若手に止めろ止めろと言っております、ゴングを激しく打ち鳴らされている後楽園ホール、いやもう騒然としてまいりました、日本武道館決戦、お控え、あー外人マレンコ兄弟、あるいは、あ、まあ、あるいはパンダメキセンスも入ってまいりました、あーこれちょっとちょっと、あーラリアットファイヤーキャットも来ているぞ、あーどうしたどうしたどうしたんだよどうしたんだよ、あーどうしたんだ、どうなってんの、藤さんこんなこといいんですか、いいですか、いやもう試合終わってますか、はい試合終わってます、あこれはこんな これあちょっとミサ危ないですよ、あこんなことしてもらってはあファイヤーキャット、ああれこれ外人、あ外人勢が止まってるんですけども、ちょっと藤選手も何がウィーなんですか、何がウィーなんですか、いやリングの中でミサは完璧ダウン、完璧ダウン、あ日本武道館決戦を控えて、これはこれはなんという事態になってしまいましたが、勝負タイムが11分59秒でありましたが、このゴングが鳴ってからが、まあ何と言いましょうか、ある意味での日本武道館の前哨戦となってしまった感があります、の一本勝負、本日のメインイベントでありますシックスメンタッグマッチ、田上明はこのところアームボンバーに加えて耳そぎチョップ、あるいは毛先チョップも披露しております、
そういった菊池さん、この自分の体の大きさを生かした技を、まあ、徐々にタウアクラも増やしているようですね。いや、もうそうしていかないと、はい、ね、今年はやっぱり、勝負の年ですからね。そうでしょうね、はい、現在30歳、みそじは青春スタートラインと言われております。タウアクラ2ダウンの体勢だ。これだけもう通算に負けたぐらいの大きな体をしてますからね、はい、もったいないですよ、さあロープに振られました。クロスラインチョップであります。リチャードがカバーする。カウントは2。さあ蹴り始めました。この全日マット有数のキックの使いと言われます。やはり福さんもこのキックを、まあ、随分と浴びたわけなんですよね。そうですね、前半は随分警戒、はい、したんですけどね、警戒してブロックしたんですけども、やはりこの小さい体の割には随分とスピード感があるように思うんですけども。そうですね、それ結構スタミナもあるんですよね。あ、そうですか、はい、さあボディスラム、テリーボディであります。のぶとい声を出しながらボディスラムです。そして足を取りました。逆肩エビ固めであります。おっと、STF か、 STF か、ステップオーバートーホールド、そしてフェイスロック、フェイスロック、 STF であります。それにしても福さん、この大きな体で STF が随分応えるでしょうね。体重がね、持ってますから、はい、身長195センチ、体重が135キロのテリーゴディであります。先ほどはローリングクレイドルを見せました。驚きました、このテリーゴディ、現世界タッグチャンピオン、テリーゴディであります。さあこのところタウアキラはその成長からなかなかブーイングが飛ばなくなって、ブーイングが飛ばなくなってやりづらいなんていう、まあ、贅沢な悩みを持っているわけでありますが、ファンはよく見ております。このタウアキラエルボードロップ。さあこのように動きを止められてしまってから、実際やはりこのタウがどのように脱退するかということでしょうね。そうですね、ジャンボ鶴田のカットに入りました。さあスティーブ・ウィリアムスが出てまいりました。ロープに振ります。さあどうする、ラリアット、非常にヘビーなサウンドだ。カウントは2。ジャンボ鶴田は言っておりました、自分のバックドロップは、まあ、なんといっても日本一という自負はある。しかし日本で2番目にこのバックドロップが怖い使いといえばこのスティーブ・ウィリアムスかもしれないということです。非常にこの新たな技を用います、スティーブ・ウィリアムス。さあ全日本プロレスセカンドシリーズ、エキサイトシリーズ、2100人のお客さんは田植えコールが湧き出ております。田植えがちょっとつかまりかけております。現世界タッグチャンピオンチーム、テリーゴディ、スティーブ・リアムス組プラスリチャード・スリンガー対前三冠チャンピオン、ジャンボ・鶴田組、ジャンボ・鶴田、田植え・アキラ、小川・吉成組の一戦でありますが、田植え・アキラがロンリーバトルとなっております。カウントは2。今の、ね、パワーなんかすごいですね、はい、一度持ち上げたらその、タオルだって体重が120キロありますからね。さあ遠慮しないリチャード・スリンガーのハイキック、ビシ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 蹴り込んでおります。お、いや、ものすごいですね。さあ、いや、溝落ち入ってますが、しっかり腰ですよ、昨シリーズではこの福選手が持つジュニアヘビーのベルトに積極果敢にチャレンジいたしました。いや、リチャードもね、後ろにね、はい、テリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムスがいればやっぱ心強いですよね、何このきっと思い切って試合ができるのかもしれませんね。そうですよね。さあ両足を取られました。このタウアキラとしてはこの軽量のリチャード・スリンガー相手に、まあ、ピンチに陥ることは許されません。いや、だからこのリチャードがいるときにやはりこう、はい、先ほどのダメージありますからね、はい、今があのちゃあのタッチのチャンスですよね、はい、いい形でジャンボするか、あるいは小川芳成につなぎたいところであります、はい、さあ抱え上げました、前に落とします、荒くれ殺法だ、そしてジャンボするか、ジャンボするかが出てまいりました。膝も感知いたしました、ロープに振った、ハイキック、応援団長だ、
ジャンボ鶴田、さあテリーゴディ、再来週その日本武道館決戦後の9年にして、さあその前哨戦ともいえるこのシックスメンタックマッチ、再びロープに振ったぞ、ジャンピングリーッ、2度目の応援団長ジャンボ鶴田、始終にしてビンビン、そして始終にして重心、ジャンボ鶴田。試合前ジャンボ鶴田は言っておりました、やはりこの日本武道館決戦を見せてボディ組は本当の手の内は見せてこないのではないかということですけども、これまでのボディ組の動きをご覧になって一体いかがですか。いや見せてないですね、見せてないですか、ね、でも今の動きを見たら、はい、鶴田さんもその足首の状態は大丈夫みたいですね。十分なジャンピング2であのジャンプ力ありましたからね。ありましたね、はい、あボディが後ろからスタンハンセンに、昨シリーズの最終戦ベルトを奪えた時はジャンピング2位がバック発、そしてその後2発目のラリアットでベルトを奪えたらガーン席落とし、カバーの体勢。福士さん、この小川芳成選手もゆきゆくはこの近い将来ジュニアヘビーのに挑戦するということになるでしょうね。そうでしょうね、さあその小川から田植です。さあ田植元気になりました、両の足を取ります、場外転落、リチャード・スリンガー。場外ではジャンボ・鶴田であります。身長差が約20センチ。さあどうするジャンボ・鶴田、放送席の前、スタンの目の前を横に、おーっと切磋琢磨、ちょうどスタンの前にジャンボ・鶴田であります。顔面好調リチャード・スリンガー、そして金髪をムンと掴んだ。それにしても改めて大きい背中です、ジャンボ・鶴田。さあリチャード・スリンガー、試合の権利のある田上明、ブレインバスターです。ガンバスが大きく揺れました。カウントは2。この夏来日丸3年を迎えますリチャード・スリンガー。さあコブラツイストです、コブラツイスト。やはりこの長身のレスラーが長い手足を使ってかけるコブラツイストがたくさん効くんでしょうね。もう苦しいですよね、はいはい、ジャンボ鶴田が出てまいりました。でもあの2人今コーナーにいますよね、ボディウィリアムス、はい、落ち着いてあの戦況を見てますよね。なるほど、だからこういう風なチャンピオンチームがこうじっくり構えられると、なかなか勝機を見つけるのはこれ大変ですよね、はい、さあジャンボ鶴田ロープに振りました、ジャンピングにちょっとバランスを崩したか、やはり今の着地のバランスを崩したというのはリチャード・スリンガーちょっと背が低いからということなんでしょうかね。まあそれもあるでしょうね、それにしましてもこの鶴田軍のメンバーとして新春三軍対抗戦を戦ってまいりました福士選手、はい、改めてこのジャンボ鶴田選手のこのすごいところはどのあたりなんでしょうかね。すごいところですか、もうすごいところは全てね、全てもうああいうふうに足首を負傷してもね、お場外で、場外ですね、あ DDT です、 DDT です。そしてモンドリ打ったリチャード・スリンガーの足が今放送席の中に入ってまいりました。シューティングシュートを履いているリチャード・スリンガーの足が今福士選手の足元にありますが、スティーブ・リアムス、そしてテリー・ゴディがフォローに入りました。かなり呼吸が乱れておりますこのリチャード・スリンガー、テリー・ゴディ、そしてスティーブ・リアムス、おっとちょっとリチャード・スリンガーの目がうつろです。福士さん、このスリンガーの表情いかがですか。ちょっとダメージ大きいようなんですが、そうですね、大きいでしょうね、とバランス崩しております、これは心配です。それにしましてもこのジャンボ・スルタ相手にジャンピング2位やらあるいは大技を食らっているわけですから、何かでも本当今こうやって、ね、あのテリーゴディとね、スティーブウィリアムズの表情を見たんですけどね、あの妙に落ち着いてますよね。そうですね、何か、ジャンボ鶴田と、はい、タウエアキラのなんかあの力というのをなんかじっと見極めてみるみたいな感じがしてね、はい、足をフックして直してほしい、はい、エキサイトもしないでね、なんかあれですね、不気味な感じしますね。それはある意味では余裕と見てるんでしょうかね。いや余裕っていうかやっぱりこうタウエと、ね、鶴田タウエ組というのはやっぱり昔のチームじゃないぞというその気持ちが、ね、ありますから。アームボンバーです。さあテリーゴリード、さあノーテンチョップ、ノーテンチョップ、場外転落、さ
さあ再びあのボンバー高さがありました。上明カウントは2。いや今のはもしカット入らなかったらもう決まってましたね、やはり先ほど話戻しますけども、ゴディ・ウィリアムス組はすると体組の動き、まあ、状況を見ているということですね、だからそれだけ警戒心が強いんですよ、はい。さあペリゴリエルボー、あと藤田の前、藤田選手の前であります。あーショートレンジだ、起き上がりこぼし、起き上がりこぼしラリアット、起き上がりこぼしラリアット、上樋口レフェリーも被害を被っております。これは大変なことになってまいりました。さあリングの中、スティーブ・リアムス、そしてタウヤクラ、ハイキック、あー抱え上げられてしまいました。オクラホマスタンピートのプレリュード、二月ぶりだ、オクラホマスタンピートのプレリュード。さあどうする、カットに入れるか、自ら返すか、ジャンボ鶴田のカットが間に合っております。今度はリチャード・スリンガーが先ほどの反撃、ちょっとダメージありますね、タウエのダメージが大きいという福さんのお話。そして小川はテリーゴディであります。さあ6選手入り乱れました。小川が場外、そして鶴田がテリーゴディ、ようやくタウエが起き上がろうというところだ。さあ2対1でスティーブ・リアムスを取れるか、2対1でスティーブ・リアムス。さあ小川よしなりがまたもや場外、この間に、この間にタウヤキラが、おっとジャンボ鶴田が場外、リチャード・スリンガーキック、そしてあーパワースラム、カワーサー、カワーサー、カウント3、カウント3、電光石火のパワースラム、スティーブ・リアムス、気を見てみんなに。いやー福さん、タウヤ仕留められてしまいましたね。今3人のコンビネーション良かったですね、向こうチームもね、勝負タイムが17分と23秒でありますが、さて再来週に控えております日本武道館決戦を2段でお伺いいたしますけれども、鶴田田植え組の動き今日いかがでしょうか、福さん。いやー、はい、鶴田田植え組というよりもね、このあのボディウィリアムスチームのね、このチャンピオンらしい人のこの風格ですか。なるほど。でこの落ち着いた配慮、これは切り崩すのは本当に大変ですよ。はい、多分今日鶴田あの田植え組はね、試合やってみて分かったんじゃないですかね、はい、いかに大変かというのをね、同じ鶴田軍の福さんとして、まあ、ちょっぴり不安な頭をよぎりましたか。いや少しじゃないですね、ちょっとね、まあ、そうですか、はい、白星発進になりました。ゴディ・ウィリアムス組であります。来週放送、松本大会は長子大軍対鶴田軍のシングル全面対決、第2弾、飛ばし対鶴田、三沢対田上、河野対淵、菊池対小川を中心の放送となります。どうぞご期待いただきたいと思います。放送席、藤井正信さんでした。藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。